はい、酒好きの元新潟人、飲酒王です。今回は、キリンの本搾りのチューハイですね。果汁が 15% の、酸っぱい果実、四季柑という、四季柑、カラマンシーかっこ四季柑とみかんとオレンジとレモン。なんだカラマンシーって、四季柑っていうその柑橘系さっぱり知らないんだけど。期間限定です。アルコール度数 6% とやや高め。原材料がカラマンシーとオレンジと温州みかんとレモンとウォッカ。ほー。これなかなか面白いですね。いや、面白くもないのか。糖類無添加、冷やした缶を振らずにゆっくり、逆さにしてお飲みくださいね。これね、以前ね、温州みかんのね、だったかな、本搾りだったかな、飲んだんだけど、すっげーうまかったんだよな。まあ冬限定。あ、書いてある、なんか。四季を通じて花が咲く、四季柑とも呼ばれるカラマンシーを使用したたっぷり果汁とお酒だけでできているしっかりとした酸味とどこか懐かしい柑橘の味わいが楽しめるチューハイ。と書いてあります。カラマンシーなんて聞いたことないね。初めて聞きましたけど。なんだそれ。カラマンシー、かっこ四季柑。四季を通じて花を咲くって珍しいですね。へぇ。はぁ、あ。へぇ。四季、だから四季柑って言うんだね。冬でも花が咲くのすごいですね。はい。今回は、つまみはじゃーん、もずく。もずく来たよ。沖縄県産のもずくを使用した味付けもずくです。ローソンストア100、サンバイズ。これ絶対うまいだろ。ただね、お、低カロリー1食あたり3キロカロリーだって。ただね、これね、これ見てよ。ほとんど水だよ、これ。これサンバイズだよ、ほとんど。サンバイズ、酢を飲んでるようなもんだよ、これ、ほとんど、これ。これ 10% ぐらいしか入ってないんじゃないの？物理的に、密度的に考えたら、お前。もずくって、だからさ、嫌なんだよ。俺、もずくを食いたいのにさ、なんでお前、酢が大量に入ってんだよ、お前。バカが、お前。ふざけんじゃねえよ。色は結構濃いオレンジジュースみたいな色してますね。完璧。お、なんだこれ。え、なにこれ。すごい。かっ、これすごいな。柑橘系なのにほとんど酸っぱくない。ほとんど酸っぱくない。あのレモンとかの段違いの酸っぱさ。逆に酸っぱくなさ。全然酸っぱくない。レモンの10分の1ぐらいの酸っぱさしかない。あのグレープフルーツとかにも比べても全然酸っぱくないですね。当然すだちとかシークワーサーに比べても全然酸っぱくない。なんだこれ。なんで今吹いたの。全然酸っぱくない。びっくりした。
ここにさ、酸っぱい果実指揮官って書いてあるけど、びっくりすることに全然酸っぱくない。謎。だってさ、果汁がさ、15% も使ってんだよ。それなのにさ、カラマンシーとみかんとオレンジとレモン使ってるのに、ここまで酸っぱくない、チューハイなんて今まで飲んだことないぞ。これすごいな。逆にすごいよ。いや、確かにほんのちょっと酸っぱいんだよ。確かに。ただ、酸っぱさよりも香りと、苦味だろうな。柑橘系の苦味の方が先行してくる。あ、これすごいな。これは初めて飲んだ。はあ、全然酸っぱくない。何が酸っぱい果実なんだよ。これ俺の味覚がおかしいのかな。まあ、ワンチャンその可能性あるからな。でも全然ここまで酸っぱくない、柑橘系のチューハイ飲んだの初めてかもしんない。ただ、うまいかって言われると、まあ、いや別に酸っぱい方が美味しいんじゃねえのって。うわ。ほとんど酢だよ、これ。実に。9割酢だ。あ、さっきの前回のメカブの方が全然うまいな、これ。このさ、もずくのこのさ、量の配分なんとかしてくんない？これ。固形分さ、多分1割もねえよ、これ、ほんとに。おそらく。固形分1割未満だよ、これ絶対。メカブ自体が入ってるのは多分1割未満だよ、これ重さの。あと全部酢。この3倍酢とかいう。あー、これは。これ酸っぱ。メカブ買った方が全然いいわ、これ。もずくはこれ外れだ、これ。これローソンストア100、これ、あれだ。いや、でも確かにもずくなんてこんなもんだよ。ああ。もずくたまに食いたくなるんだけどな、実際食ってみるとすっげえ、水。酢でしかない。これ。ほぼ酢だから。ほとんど酢だからな、これ。
なんでこれ酢を食うとさ咳込むんだろうな、これな。ブエ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 、なんでこれさ、酢をさ、もずくをそす、ズルズルズルってやるとさ、ゴーゴーってなるよね。これあんまうまくねえな、これ。だってこれもずくにこれ酸味負けてんだもん、これ。明らかに全然酸っぱくないもん。その上大して香りも立たないよね、これね。なんだろう、ものすごい薄いあのオレンジジュースを飲まされてる感じ。これダメだな、これ。結局風味が全くない。だって酸味もそうだし香りも立たない。結果として風味が全くない。なんだろう、チューハイに風味がないのに、いや別に風味がないのは別にいいんだけどさ、チューハイでもさ、ただあくまでもそれが許されるのは、例えばストロングゼロドライとか、ああいうそもそも果汁を一切使ってないやつとか、まあ多少使ってるけど、まあこれに関してはもう果汁 15% で使ってるわけだからね。果汁 15% 使ってるのに、この風味のなさ。なんだろう、なんかおかしい。ちなみにチューハイの世界で言うと、レモン果汁っていうのは結構風味が強いので、レモンの果汁は 1% ぐらいでも全然問題ないんですよ。うん。レモンっていうのはね。だからよくあるけど、レモン果汁とか、まあ、チューハイでもいろいろあるけどさ、レモンが特にあれだよね。割とごく少量でもう風味が出るんで。だから、果汁 0.8% とかさ、0.5% とかでも全然許されるんですよ。風味がちゃんと出てる。というより、そもそも香料でごまかしてんのかもわからんけど、これは香料ごまかしてない、本絞りっていうのは香料ごまかさないやつだからね。香料とか、酸味料とか、ないチューハイだから、それを考慮しても、果汁 15% 使ってこの程度しか風味が出ないっていうのは、はっきり言ってもう救いようがない。果汁 15% 使ってこの、もう飲んだ瞬間、え？なんだこれはって。全然酸っぱくない上に風味もほぼない。これは本絞りの、これ、ダサ作じゃないか、これ。本絞り界の最ダサ作じゃない。
もザサグの本絞りじゃないかこれ。だってここまで酸っぱくない柑橘系のチューハイ俺初めて飲んだぜ。口に入れた瞬間水ではないにしても、なんだろうな、水ではないんだけど、わりかしそれに近いようなものを見たね。うん、感じたね。このなんか口当たりすんごいマイルドで、本来柑橘系なら酸っぱいから、口のそのこの粘膜のあたりがピリピリっとしたりね、酸味でキュッと締まったりするっていうのはあるじゃないですかね。ここら辺、口に入れたんですが、ここら辺がもうすでに全体が、この唇全体がこう酸っぱくキュッてなったり、こうシュッパーってなったりするべ。これはほぼ全くない。口に入れてこの状態でも全くない。何も感じない。これはすごいな。ある意味すごいな。これ、本絞りシリーズで最打作じゃない?また2回言ったけど。すごい。これはすごいな。本絞りシリーズって言ったら、確かに無添加、香料とか一切使ってない、でもやっぱりうまいっていうのが本来のあり方でしょ。それなのに香料を使ってない、これ逆に見本になるよ。これすごいよ。香料を使ってない、酸味料を使ってないね、それでどんだけまずくなるか。これ香料とか酸味料一切使わないとこうなりますっていう、これ悪い、反面教師に、反面教師じゃないこれ。このチューハイすごいぞこれ。よくもまあキリンは、キリンのこの担当者 OK 出したね。こんな、しかも期間限定とか歌ってさ、期間限定じゃねえよお前バーガー、お前こんなもん期間限定にしなかったらな、お前完全にお前本絞りをオワコンになるわバカ。逆にまずいから期間限定にしてんじゃねえのっていうレベル。そもそも期間限定っていうのは、ね、美味しいからこそ期間限定にするわけですよ。ね?採算取れねえから。な?で、それを楽しみにして、お、期間限定じゃーんって言ってさ、買うべ?むちゃくちゃまずいの。なんだこれって。やっぱりわからんね。キリンのこの担当者、本絞り担当者はちょっと頭狂ってんじゃないのか。よくこんなの OK 出したな。もう風味もクソもほぼないぞ。なんか今までの本絞りのシークワーサー味をさ、水でさ、半分さ、1対1にして、水で割ったようなレベルの、味。風味だよ、これ。はは。これはすごいわ。
担当者血迷ったかな。これはすごいですよ。いや、ある意味革命的だよ、これ。これ、本絞りのファンの人は、これどう思うでしょうかね。まあ、ファンだからこそ、多分全く非を認めずに、いるとは思うんですけど。これはないわ。こんなもん。口に入れた瞬間、水で割った。中杯かと思ったね。水で、半分水で割ったようなレベルの、薄い、その、薄い風味。これはないわ。はっきり言って。いや、俺も本搾りシリーズいろいろ飲んできたけど、結構好きだったのに、なんか、正直言って裏切られた気分だよね、これね。なんだろうな。本搾りシリーズの本来あるべき姿ではないよね。これ薄くてびっくりするよ、これ。これはある意味飲んでもらいたいですね。まずいけど。うん。これ多分本搾り史上最悪のダサグ。スーパーダサグのこれ本搾りでしょうな。恐ろしいほど風味がない。一体本搾りと一体何だったのかっていうレベル。何が本搾りって、その名前をすでに裏切ってる。本搾りっていう、その絞った果汁のさ、その果汁感、風味を出す酎ハイじゃなかったのか。これはちょっと、一体全体ちょっとこれは頭が狂っている。とりあえずキリンの、俺が社長だったらキリンの社長だったらまずこれ飲んで、一括してまずそいつクビにするね。うん。その本搾りの何だ、本搾りのそのさ、担当の部長かなんかはまあクビにするわ。お前よくこれで OK したのって。まあお前の舌頭狂ってんじゃないの、お前の舌狂ってんじゃねえの、バカかよって。俺みてえなバカ舌でもわかるぞ、こんなクソみてえな味。頭狂ってだろ、こんなもん。よくこんなもん出したな、ほんとに。よくこんなもん出せたもんだよ、ほんとに。お前、しかも期間限定ときたもんな、お前。バカ。余計にお前おかしいわ、もう。何が期間限定とか、期間限定ってさ、こいつさ、こうやってさ、目立たさせてんのよ。はぁ。これはお前、キリンはもうあれだ、お前、ビールだけ作ってろ、お前は。ゴミみてえな、こんなクソみてえな中杯作るの。お前、今までのお前、本搾りっていう、今までのお前、俺の中のさ、本搾りのさ、イメージっていうかさ、うまさ、今までうまかったんだよ、本搾りって。それはお前、ぶち壊しだよ、お前。ふざけんじゃねえよ、お前。なんだ、このコクのなさ。あ？風味のなさとコクのなさは
水で、水割りチューハイか、これは。そして香りも全く持ってない。一体何を考えとんだ、これは。頭狂ってるだろ、これ絶対。まあ、まず、あれだよな。流しに捨てるほどではないから言うけども、さすがにこれはちょっと反省していただきたい。キリンのね、クソみたいな、部長にね。1212です。これは、キリン、俺、本絞り好きだったのに、これからもう嫌いになるかもしんないよ、マジで。はい。ご視聴ありがとうございました。